ーティーズ始まりました。イエーイ。今日は初めて住宅展示場に行ってみた。イエーイ。そうなんですよ ね。私も多分記憶にないぐらい多分初めて行ったのかな。私も全然初めてないよ、ね、私は全然初めて。そうだよね、うん、楽しかったねえ。あんなに広いんだね。あ、ねえ、確かに。なんか数件かと思ったら、うん、あ、そうそう、ね、いろんなメーカーのね、うん、あれな、何箇所ぐらいあったのかしら。10箇所以上あるよね。ぐらいあったと思うよ。見切れねえんだわ。見切れないですよ。なんか結構、あのね、密集してるからそこそこいけるかななんて思ったら、まず一軒につき1時間かかるっていう。出るまでに。もうさ、バーバー疲れたみたいな感じなんだけど、だから結局2軒しか行けなかったんだけど、なんかさ、楽しいですよね。楽しいよね。なんか最初はもう、ただ見るだけだから、かまってくれるなぐらいの勢いで言ってたね。そうそうそう。ちゃっちゃか見ようみたいなね。言ってたんだけど、まあそういうわけにもやっぱ行かず、まあこうね、うん、雲の巣に引っかかってきた、そう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 ね、蝶々は、離さねえぞこの野郎みたいな。もうしっかりとね。しっかりとがっつりとさ、そうですそうです。やっぱ疲れちゃうわけでございます。うん、ね、うん。でもなんかいろんな話を、まあ、聞く中で、うん、まあいいことしか言わないじゃん。それぞれがね。うん。で、なんか、あららら、こんななって素敵、みたいなさ。うん、でも、ほんと、初めは行ったところ、そうなんだ、そうなんだと、営業マントークに、なるほどってなって、他のメーカーに行ったら、またなんか違うこと言われて、さっきと真逆のこと言われてんだけど、なるほどみたいな。うん、これ、3、4件、5件聞いたらどうなっちゃうんだろうって思うくらい。でも、なんか面白いことに、ね、まあ、メインはね、私だと思うんですよ。うん、まあ、なんて言ったって一応リフォームをしたいと思っているぐらいの人だから。はい。でも、誰が一番喋ったかっていうと、あきちゃんがすげえ食いついてて。そうですよ。まるで私。ここはどうなってるんですか？ここはどうなってる？もう、なんかその営業マンも、どっちかって言ったら私じゃなくて、あきちゃん見て喋ってるみたいな感じになっちゃって。だって疑問がいっぱい湧いちゃうわけよ。だってさ、うんうん、って、うん、こういう時はどうなってんの？え、もこうなったらどうなんのってなんて、買う気もないくせにすっごい前のめりで聞いてんだよね。でも、私と営業マンで、いや、だから、みたいな、答えを、私と営業マンで答えるみたいな。おかしい。その場面。楽しいですよ、本当に。あったけど、うん、まあでも、それぞれのいいところっていうか、うん、をいいように言うし、もちろん、まあね、そうね。で、その、真逆のものは、まあもちろん良くないみたいな言い方も、うん、まああったりとかもする中で、まあ、どうやってみんな決めていくんだろうみたいな、って思ったんだけど、うん、でも 100% なことなんてないし分からないじゃん。検証ができないから、もう自分の優先順位、のものにフィットするものでしか、うんうんうん、もう決められないなって思った。そうだね。うん、ね、うん。まあそうよ。うん、ね、まあ、いろんなところでいろいろ制限が出てくるからさ、それをまあどれを優先にして。どういう意味どういう意味それは。いや、お金の問題もそうだし、うんうんうん、まあなんていうの、自分の思想に合ってるじゃないけど、そのね、うんうん、もあるから。うん、何を取って何を捨てるのかじゃないけど、うん、どれが一番気に入った、どれが一番気に入った、二つしか今言ってないんですけど、まあちょっと簡単、もう普通に言っちゃえば、テ、うん、ーブルハウスとスウェーデンハウス行ったんですよ。うん、で、なんかこういいんですよ、どっちも。そうなんですよね。素敵なんですよ。うん、ちなみにお客様満足度1位2位だったよね、どっちもね。あ、そう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 、そうだったね。うん、たまたまね。たまたまね。たまたまね。うん、たまたまそうだった。よかったよ、でも。でもなんか、鉄骨と木造とみたいな、ね、ちょっと両極端のところに行ったような気もするけど、そうですね。そうですね。もう本当住んでる人に意見を聞きたいぐらい、うん、あの、本当、
ね、ほら、いいところしか聞かないから、営業マンからはそれぞれのね、自分たちのいいところしか聞かないから、うん、住んでる人に本当にどうですか、コンクリートのお家。でもさ、結局は、結局住んでる人がどう思うかになるわけだからさ、うんうん、またその人と私は違うわけじゃん。まあね、そうだよね。求めてる部分も違うかもしれないからね。だから、なんかその、スウェーデンハウスの人が言ってたのはさ、うん、なんか今はやってないけどさ、うん、宿泊体験みたいな、ね、私これ普通に行きたいなと思って。行きたいよね。そうそうそう、絶対今欲しくなると思うよ。もう寝ちゃったりなんかしたら、ちょっと1週間ぐらい泊まらせてほしいみたいな。ちょっとやってみたいな、うん、みたいな、ね、そうだよね、思っちゃった、うん、なんかそういうスウェーデンハウスに関してはなんか極端な気候の時、真冬とか真夏とか、なんかそういう時にその体感してみたい、うん、その外気との差とか、うん、そうだね、そういうの、うん、をちょっと体験してみたいなと思った。そうだね、ね、でもなんかほんとスウェーデンハウスあったかそうな気がした。なんかわかんないけど空気の、まあでも、うん、ヘイベルハウス行った時、そこ窓とかバーンとか開けちゃったから。そうだった？うん、上の時にさ、なんかテラスみたいなところでブワーってすごい大きい窓があって、窓とか全開しちゃったから、多分あんまりそういう感じなかったのかもしれない。っていう差はあるかもしれないけど、なんか機密っぽさを感じたよね。うん、そう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 。なんかキュッてなって、なんか同じとかわかんないんだけど、あとはもうなんか話してることが、内容が、リエピョンの理念にぴったしじゃんって私はもう聞いてて、自分の思想とかに合うお家はスウェーデンハウスなんだろうなって、私は部外者ながらちょっとこう、あーぴったりだなと思いながら聞いてましたけど、そうそう、だから今年のほら目標がサステナブルでございますから、うん、エコのなんか先進国じゃない、スウェーデンって、うん、だからなんかそういう意味では、うん、なんかいいなと思って、うん、なんかさ、このなんていうの、なんかこう電気でとか暖かくするとか、うん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 、涼しくするとかっていうんじゃなくて、うん、建物自体で、うん、なんかそういう快適な温度を、うん、なんか作れるっていうのは、うん、なんか素敵やんみたいな感じになりましてですね、うん、なんかね、こうナチュラルな感じがするんですよね。そう、なんかくすぐられるんですよ、うん、がしかしですよ、悩みは高いんです。だって私リフォームって言ってたんですよ。もうリフォームできないんですよ、建て替えになってるんですよ。もう泣くに、もうざっくりのお値段聞いて、もう本当にさ、どこにそんなお金があるんですかっていう話なんですよ。で、普通はさ、こう新築でお家を買うっていうのは、うん、まあ、ファミリーの人がまあほぼほぼ多いじゃないですか。うんうんうん、で、なんかさ、今はさ、きっとね、うん、奥様ももちろん働かれていて、うん、まあ、2人でマイホームっていうのが、うん、まあ、多分大前提なんだと思うんですよ。うん、まあ、こちとらね、うん、シングルなんですわ、うん。無理やんって話じゃん、物理的に。っていうね、そうだよね、かなりハードなリアルを叩きつけられたっていう、そうですね、まあ、でもある意味目安にはなったよね。なんかこう、そうなんだみたいな、そんだけかかるんだ、うん、ふーんみたいな、うん、まあね、素敵だったね。でもさ、別にね、誰かに残すもないわけですよ。そうなんですね。そう考えるとね、うん、そんなにしっかり作るっていうことも、うん、果たして必要かなっていう部分もあるわけで、うん、そうね、うん、そこまでお金かけてそうねやるっていうのは意味があるかなとも思うんですよ、うん、そうね、うん、まあ、素敵にできてるわ、まあ、本当にそうですよ。だからどこでね、妥協じゃないけど、うん、するのかっていう部分もあるよね、本当に残さないって考えると、うん、別に50年持たなくてもいいわけじゃん、うん、みたいな。全然全然、だってそんな生きてる自信ないもん私。ないしね、スウェーデンハウスの人はその結局子供の代まで、うん、孫の代までって言ってたけど、うん、子供も孫もいないからみたいな風になると、別にそこまで長持ちする家じゃなくてもいいのかなって考えた時に、うん、
お金の差もね、大きいしね、それで金額が全万みたいになっちゃうと、うん、どうなのってなるしね、うん。なんかこんなね、スウェーデンハーフ、うん、かわいい。これなんだっけ？トナカイ？トナカイ。かわいいね。ね、資料がね。うん、いっぱいパンフレットをいただいたんですけど、これ普通にゴミになっちゃうんだろうな、みたいな。全然これがエコじゃねえな、みたいな。もう紙ベースでくれるなって感じじゃない？データでくれよみたいな。いやでもほら、こう表紙とかさ、こういうのがこうやっぱ気が引かれるジャケ買いじゃないですけど、いや、やっぱりこう夢膨らむ部分があるんじゃないの？データで欲しいわ。データで欲しいらしい。だって見れればいいでしょ。うん、紙ベースですよ、まあ、何もないんだから。まあね。そこ考えろっていう話なんですけどね。あ、でもどっちも良かったよね。良かった。良かった。本当に。結構、あれかしら。ん？持ち家の人が多いのかしらね。あ、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。フォーティーズ皆さん。あ、ね、どうなんでしょうね、うん。どうなんだろうな。ね、賃貸派の人たちもいるからね。なんとも、あれですけど。そう、でもなんか、なんかの時にも言ったんだけど、うん、そのコロナで、うん、その、なんていうの、こう、仕事なくなっちゃったとか、うん、家賃払えないとか、うん、なんかそんな話がボロボロ出てきた中で、うん、いやなんか住むところがあってよかったなっていうのはすごい実感したから、うん、まあその思いがあったからリフォームしようっていうのも、うん、なんかこうちょっと考えた要因の一つではあるんだけど、うん。うん、言ってたよね、なんかさ、ハウスメーカーの人もさ、うん、なんかコロナで、なんかお家をこう、固める人が多いって言ってたよね、コロナでね。そうそうそう、家にいる時間が長いからね、うん、結構今すごく、あの家が売れてるって言って、1.5 倍って言ってたよね。倍って言ってた。すごいなって思いますけど。単価が高いものの 1.5 だから ね。怖いよね、うん。でもそれだけ建てようって思ってる人がいるってことですよね。悩ましいね。悩ましいね。本当にね。家は素敵だった。本当だね。家が素敵すぎたよ。うん、でもね、本当にあの、火事とか、なんていうの、火に強いとか、地震に強いとかのは、ちょっと両方とも聞いたんですけど、その一つは、コンクリートと鉄骨で作るお家、一つはまた逆の木じゃないですか。もう聞いてもちょっとクエスチョンだったよね。どっちもどうなんだろうって、両方ともなるほどなって思っちゃったから、要はどうなのみたいな。だからさ、どっちもさ、結論どっちもどっちなの？そう、どっちもどっちなんだと思うよ。あ、どっちにも、なんか、でもさっきも言ったけど、100% はなくて、いい点も悪い点もあるのに、まあ そのいい点を、こう、なんていうの、こう、強調して、デフォルメして言うじゃない、まあ、当たり前だけど、そうね。それがさ、うんね、売りだから。そうだね。で、なんかさ、悪い点も、うん、なんか変換していいように言うじゃん。そうだね。そうだね。なんかそれはすごい感じたのよ。うん、さらっと言って、なんかいいところでこう、そうそうそう。目線そらすじゃないけど。それはさ、もう分からないじゃん。そうだね。そうだね。で、立証しようもなく、ね、こっちは。確かにね。だから、なんか、そういう意味では、うん、なんか学び終わった。悪い点も、なんか言い方だなって。まあ、そうだよね。思ったから、それはなんか今後の自分で、ね、なんか、生かそう、みたいな。言い方だな、みたいな。言い方だなってね。うん。まあ、ちゃんとしたね、教育も受けてるんだろうし。まあ、そうだよね。こういうふうに言えば、みたいなふうには、もうもちろんね、なってるんだろうけど、だからそれをなんかさ、なかなかね、本当はどうなんだろうっていうところの結論は出ないとは思うんだけど、ねえ。いやね。普通にあれだね、なんかわかんない。そういう使い方する人いるのか、まあ今コロナだからあれかもしれないけど、うん、なんか日曜日のさ、なんかこう、イベントごととしてさ、日曜日っていうか休みの日の、イベントごととして、住宅展示場に行くみたいにやる人いるよね、きっとね。全然いるんじゃない？そうだよね。うん、ああいうの見に行くのも好きな人もいるじゃない？あ、そうだよね。私みたいに買う気もないくせに、質問ばっかりしてる人とかもいるだろうし。うん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 、
楽しいもんね。なんか子供遊べるスペースみたいなところもあったもんね、あの真ん中のところにね。だから子供を置いといて、多分そうじゃない、今行けるし、うん、そうだね。子供遊べるしね。うん、なかなか良かった、ね。面白いもんなんだねっていう、そう。新しい発見が。そうですね。ありましたね。いや、まあどっちも良かったですよ、ほんと。ね。ヘイブルハウスでも全然いいし、スウェーデンハウスでも本当にいいし、みたいな。本当に。でもどっちでもないんだろうな、結果は。あ、そうなのか。わからない。わかんないね。わかんないよね。うん。わかんないね。わかんないけど、うん、どっちでもないのかもしれない。わかんないね。こればっかりは。わかんないね。あとまだまだまだ見てね。しかも内装のだけの、なんていうの？その、だけの、内装？外装？この、建て替えじゃなくて、うんうん、の人たちとも、の、そういうの見学ってあるのかな？そういうのって。建て替えじゃなくて、うん、その、なんていうの？なんていうんだっけ？どうしてしちゃった？リフォーム？あ、リフォームだけの、うん、ああいう展示場っていうか。うわ、ないっていうか、あるんだけど、あそこ、私が、今回ちょっと行けてなかったから、また次行こうと思ってる、住友不動産の、うん、なんか新築そっくりさんっていうのがあって、うん、ここまでもベラベラ出していいのか知らないけど、うん、なんかそれはそのリフォームなんだよね。あ、そうなんだ。そうそう。だけどリフォームなんだけど、うん、あったかも新築みたいに、うん、リフォームできますよっていうのを売りにしてるところがあって。うん、なるほどね。そこは、次回行ってみよう。そうだな。うん。そうだな。うんうん。なるほどね。って思ってる。そこはね、最初にリフォーム考えた時に、うん、気になって資料までは取り寄せてんの。うん。もう全部金額も書き出しといてさ、うん、で、なんかそのリフォームも書き出して、うんうん、まあどのぐらいの差があるのか。いや、だから正式になったらちゃんと見積もりを。いや、もちろんもちろん。だからちょっとアバウトでも出してもらってさ、あんま変わんないね。建て替えとみたいなさ、うんうん、っていうのもあるかもしれないじゃない、まあ、見積もりもらうよ、もちろん、うんうん。なんか別な場所の同じとこ行ってなんて説明するのかっていうのも聞いてみたかったりもするけど、私は。どういう意味？営業マンによって、うんうん、言ってることが、違う？みたいな。私はね、聞いてみたくなっちゃうかなと思って。うん、そんなめんどくさい。そんなめんどくさいことできない。多分違わないでしょ。違わないかな。うん。なんか、そんな感じで。面白いのか。感じいい悪いはあると思うよ。自分が。まあ、そんな感じが悪いで、家は決めないけどな、営業マン。いや、でもなんか営業マンの、うん、その、もちろんその何トーク術とかね。あ、とかその、なんていうの、ケア。とかで、チョイスする人もいるからね。あまあね、うん。他の、ホーム、何、お、何、なんだ、住宅メーカーの悪口を言わなかったからって気に入ってる人もいるから。うん、かいや、わかんないよ。わかんない。わかんない。それはわかんない。それはわからない。うん、うん。それで決めるんだったら今日の二人はダメだな。両方とも言ってたからな。まあ言い方でもよるんだろうけどね。ね、うん。でもどちらの人も感じよかったよね。まあ、別にそんな変な、うんね、感じではなかったよね。うん、他のところ。うん、そうだね。うん悪口っていうか。ね。うん。聞いててすごい嫌だなとは別に思わなかった。そうだね、うん。言ってんなとは思ったけど。まあそうだね。そうそうそう。面白いもんだね。そうですね。うんまあ、知らない世界だ。そうですね。行ってみた。うん。って感じ。ね、今後どうなるか、これを、なんていうのさあそう簡単に決められないんだけど早く決めたいのよ、うん、だからこれからこの経過をポッドキャストでもう単価がそうなんだよねもうほんねえ、うん、もうローンの話とかしてねああみたいなリフォーム計画計画って言って初めからこれ第1回ですけどまずみたいなねそうですねいうところで出来上がりでね最後どうなったかっていうところまで、うん、結局やりませんでしたってなるかもしれない。まあでもそれはないよ。ないか、うん、それはない。そうね。何かしらは絶対やると思う。何かしらはじゃあ絶対。何かしらはその金額的とか規模的に大なり小なりはあるにせよ、うん、何かは絶対やるから、うん、まあねお年頃としては皆さんどうなのかもう自分の資産としてお持ちの方が多いのかしらね。どうなんでしょうね。うん、同じようにハマる人がいるかどうかは分からませんけれども、うんうん。まあでも考えてる人とか多いかもね。買うってなったらこのぐらいで買ってるとかの人も多いかもしれない。40代ぐらいで買ってるって人とか。いや、だからそれを言ってるわけ私は。うん、そうですね、うん。だからいるんじゃない、うんうん、そんな気はしますけども。ねえ、うん。楽しみですね。私ワクワクしながら横で。
そりゃあ、一人ワクワクして。そりゃあ、1円も払わない。あ、いいんだよ、払ってくれても。そうだよ、払うわけがないじゃないか。払わないからこんだけガンガン聞けんだよ。全然私のことじゃないから。確かにね、それあるよね。人事だから聞けるんだよね。そうそうそう。で、ほら、興味だけいっぱいあるじゃん。そうなんだよね。だからさ、別に。うん。それある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 。なので、うん。これから楽しみにしてます。続けていきたい。してます。私もしてます。はい。続けていきたいと思いますが。はい、もうちょっと、また、うん、ね。新しい展示場にね。ちょっと、冒険に、散策に、ね。行きたいと思います。行きたいと思います。はい。はい、ということで、今日は、オープンハウスに、うん、住宅展示場に行ってみたという回でした。はい。はい。ということで、メッセージは、40sriaki@gmail.com、インスタグラムをやってます。同じく、40sriaki です。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねThank you.